どうもこの動画ではライジン40の会見を見ての感想について話していこうかなと思いますいやね激熱すぎるんでね動画に残しておこうかなと思いましてまあ自分のね思ったことをね、まあ、一応形として残しておくっていう、まあ、完全に自己満動画ではあるんですけど、まあ、ベラトール勢がね4名か、まあ、今回ね来日して会見に出てくれてで、まあ、4試合そのベラトールとライジンの対抗戦のカードが発表されましたね フライ級では、堀口教授、VS 大木久保弘正。ファンタム級では、ファン・アジュレッタ、VS キム・スー・チョル。フェザー級では、パトリシオ・ピット・ベル、VS クレベル・コイケ。ライト級では、AJ ・マッキー、VS ホベルト・サトシ・ソーザ。で、この AJ ・マッキー、VS ホベルト・サトシ・ソーザの試合がね、まあ、メインってことも発表されましたね。いやー、でもね、ガチメンすぎますよね。まあ、会見の中でね、スコット・コーカーが言うてましたけど、 まあ半年前ぐらいにね、榊原さんと話した際に、榊、まあ、原がその対抗戦するなら、ベストの選手を連れてきてくれと言ったと。だから連れてきたよみたいな。いやいや、もう額面通り受け取るなよってね、思いましたね。まあでもね、よくよく考えてみると、結構ね、勝負論あるんじゃないかなと思いまして、まあこれね、蹂躙されるとね、思われがちなんですけど、意外にね、うん、結構勝ったりもするんじゃないかなって思うんですよね。まあ、かんないですけどね。 ななんなら扇窪堀口ここのところがね一番覆せない差があるように感じるぐらいね他のカード、まあ、結構ねなんかライジン勢もチャンスあるんじゃないかなっていう、まあ、スーチョルもクレベルもサトシも武器があるんで,で全員フィニッシュ率めっちゃ高いんですよねだから案外ね勝つ可能性もあるんじゃないかなところがあってこれめちゃくちゃ面白いですね であとはねこの対抗戦もう1試合ねあるっていうことでこれはまだ決まってないんですけど誰なんですかね、まあ、ルイス・グスタボ対5位山内とか良さそうですけど、まあ、グスタボはね武田浩二とどっちかというと見たいんでね誰でしょうね個人的な希望としてはスダリオ剛にベラトールのねヘビー級の誰か当ててほしいですけどねでまあ会見の中でね記者がいろいろ質問をしていくんですけど もう全然ね、ベラトール勢の人に質問しないっていうね、もうお前ら何しに来たんやっての思ってたんですけど、まあでもトースポのね、誰かとか、2人ぐらいはね、質問していて、まあそれは良かったですね。で、ちょっとね、情報がまあ前後しちゃうんですけど、12月31日、埼玉スーパーアリーナ、で、ルールは、ジンルール、で、リングと。なので、完全にね、ライジン側に寄せる形でベラトール勢は参戦するってことですよね。 場所も日本なんで当然、自殺との戦いもあるでしょうし、でかつルールは雷神ルール、だから踏みつけとかサッカーボールキックとか、えー、4点膝とか3点膝まあ全部ありと、で、リングっていうね、まあ、それらの、まあ、ハンデというかね、まあ普段自分たちが慣れていないところでも戦うっていうね、そのスタンス、うんうん、素敵やんって感じですね。まあ、でもそれぐらいね、余裕があるというか、王者の風格がありますよね。 ただでもね、逆に言えば、その余裕をね、つくのが、まあ、今回のね、ライジン側の、まあ、4選手のまあ使命ですよね。で、まあ、各試合、まあ、4試合だけなんですけど、軽くね、触れていきたいんですけど、まずはフライ級で、堀口バー VS 大木久保宏正。で、堀口教授は戦績30勝5敗、15KO、4サブミッション。で、大木久保宏正は25勝6敗、1KO、6サブミッションってことで。で、2人はね、これまで2度対戦していて、 1>, まあ1回目はね、シュート時代。もう結構前ですよね。10年近く前なんじゃないですかね。まあ、その時はね、堀口選手が一本勝ちしていて。で、2回目。2回目はライジンで、2018年ですかね。だから4年前ですよね。まあ、結構内容的には、堀口選手がまあ一方的に、まあ、ドミネートして判定勝ちみたいな、そんな内容だったんじゃないかなと。で、そっからの3回目。まあ、正直ね、フライ級なら、新竜誠みたいな話も上がってましたけど、 個人的にはね全然見たくないですけどね新龍選手、まあ、ちょ忘れてはいけないのが新龍選手って直近の試合ライジン出ていてところ秀夫選手相手にね、まあ、結構いい試合をしちゃってたじゃないですかで正直ね所選手特、まあ、にねピークは過ぎてると思いますしそれしとめきれないのかって思う部分はあるんでね、まあ、だからね結構実力不足というか堀口教授の前に立つにはね全然いろいろと 足りりててななないいいんじゃないかなって思ははね個人的にはあります、ねまあその前にねまず11月10日ぐらいでしたっけね CFFC ってところでタイトルマッチすると思うんで新竜選手にはねまずそこを買っていただいて、まあ、そこをフィニッシュしないとね話にならないというか UFC とかもいけないと思うんで頑張ってほしいですよね、まあ、かといってね大げくぼ広政と見たかったかって言ったら、まあ、別に見たくはなかったですけどね、まあ、ぶっちゃけっていうとね 一番見たかったのはね、バーサス井上直樹なんですけど、まあでもね、結局そうじゃなくて。で、堀口教授ね、ベラトールゼになったことに関してはね、ガハハハ言うてましたけど、ガハハハじゃねえよっていうね、はい、そんな感じでしたね。で、バンタム級、ファンアン・アーチュレッタ、バーサスキム・スー・チョル。アーチュレッタは26勝4敗、11KO、1サブミッション。で、キム・スー・チョルは18勝6敗、6KO、5サブミッション。 まさかのね、ライジンのバンタム級代表がキム・スー・チョルっていうね、まあ、去年2021年と今年のキム・スー・チョルの出現でね、日本人バンタム級はね、マジできついよねってことがもうね、明らかになっちゃったというか、まあ、フライ級がね、適正の大木久保博政に蹂任されて、その大木久保博政はキム・スー・チョルにやられちゃってっていうね、まあ、日本人バンタム級、風穴が開いてもうた状態ですよね。堀口教授もフライに行っちゃうってことで。 まあ妥当っちゃ妥当ですよね、キム・スー・チョル。まあ、それ以外にはね、正直、任せられないってなったんでしょうね。悲しいですけど。まあにしてもね、キム・スー・チョル、可愛かったですね。大木久保広政に買ったんですけど、ニンテンドースイッチ、買ってもらえなかったらしいんでね。まあ、次はね、アウチュレッタに勝利して、買ってもらってほしいですね。はい、で、次、フェザー級は、パトルシオ・ピットブル、バーサスクレベル・コイケ パトリシオは34勝5敗、11KO、12サブミッション。で、クレベル小池は31勝5敗、2KO、27サブミッション。まあ、チャンピオンになって早々ね、化け物相手に駆り出されるクレベル。マジでかわいそうですよね、本当に。えー、本当にね、3日前ぐらいにね、チャンピオンになったところなのに、次の相手、パトリシオですよって言われてね、どんな顔して受けたんですかね。私ならすぐね、その電話切っちゃいますけどね。 いやこれ間違い電話やってね思いますけどまあ、でもちゃんと出てきてくれたというかまあこれが王者としての仕事ですよねまあ榊原さんはねチャンピオンになった選手をね酷使する傾向があるんでねま斎、あ、藤豊もそうですけどその前のね3年前ぐらいの堀口教授まあ、よかったらねウィキペディアで見てくださいとんでもない頻度でねやつは試合させられとるんでね、うん、あれはね怪我するわって感じでしたけどまあ今回それがねクレベルになったと。 クレベルもね、もう結構いい年なんでね、大丈夫ですかね、2ヶ月で。まだ、あ、牛久戦見る限り、そんなにダメージもなさそうな感じもするんでね、まあコンディションを整えていただいて、パトリシオにね、向かっていってほしいですよね。まあでも、パトリシオ、めちゃめちゃ強いからな。直近のね、ベラトールでのタイトルマッチも、盤石の強さでしたもんね。でも、ラウンド数とかどうなるんですかね、普通に5分3ラウンドなんですかね、そこは結構気になりますね。 パトリシオは割となんか長距離に慣れている戦い方をするんで、まあ、5分3ラウンドだったらクレベルの、ね、短距離走的な戦い方で持っていける感じもあるんで、まあ、そこも割と気になるところではありますねで。4つ目がライト級。これがメインとなるらしくて AJ マッキー VS ホベルト・サトシソーザ。AJ マッキーは19勝1敗、6KO7 サブミッション。で、サトシは14勝1敗、4KO10 サブミッションってことで。 共にね、しかもね、いっぱいしてる相手には2人ともね、1勝1敗の戦績なんでね、AJ ・マッキーはパトリシオと1勝1敗で、で、サトシは、ね、ジョニー・ケースと1勝1敗ってことなんで、うん、だからね、とんでもない戦いになりそうですよね。オーラがやっぱね、違いましたね、この2人。やっぱ、ライト級、人類というかね、まあ、格闘技というか、まあ、MMA の中で最もね、激戦区というか、バケモンぞろいの階級。 その中でね、まあ、各団体のチャンピオンなんで、これはね、めちゃめちゃ面白い試合になりそうですよね。案外でも、サトシが勝つ気がするんですけどね、個人的には。まあでも打撃がね、めちゃくちゃ AJ マッキーうまいからな。サトシがね、その打撃でどれぐらい対応できるかってのがキーになりそうですよね。純粋な寝技の展開になれば、サトシがあんまりやられるね、姿は浮かばないですけど、AJ マッキーはね、別にそのサトシの寝技、 そんななにねなんかビビらずに打撃いけると思うんでそこでどうなるかですよねやっぱこれまでのサトシの対戦相手はみんなあの驚異的な寝技を警戒しながらの打撃だったんで多少腰は引けたと思うんですけど AJ マッキーにはそれがないんでそこがどうなるのかってのがすげえ気になりますよねめちゃめちゃ楽しみですねということでね、まあ、今回はベラトールとライジン対抗戦のね、まあ、会見を見て話してみました いやめっちゃ楽しみですねとにかく、うん、これでね年過ごせんのは最高っすね、まあ、2018年ですかね私のね、まあ、直近のそのライジンの、まあ、大晦日の大会だと2018年、まあ、2020年も良かったか、まあ、そこら辺がねすげえ良かったんですけどやっぱね各年ごとに来るというかね1年おきに来るんですかねいい大会っていうのは182022っていう感じで、まあまあ、2019も良かったか700回で結構毎年いいですね 2021年はまあ正直ちょっと微妙でしたけど、うん、今年はねめちゃめちゃ暑い年越しになりそうですよねでまあ全カードがね出、うん、揃ったら勝敗予想もしようと思うんでね、まあ、よかったら見てください、うん、ということで終わっていきます最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします